独立行政法人日本高速道路保有、債務返済機構は、日本国内の高速道路などの施設を保有し、建設債務の返済を行うことを目的とする、独立行政法人である。独立行政法人日本高速道路保有、債務返済機構法に基づき、2005年10月1日、設立。日本道路公団等、民営化関係法施行法により、 道路関係4公団の業務を各道路会社と共に承継した。略称は高速道路機構。2020年7月1日現在。機構の主な業務の範囲は以下の通り。また、特殊車両の通行などは機構が最終的な許可権者となる。各管理会社を通して許可の申請を行う。機構は国土交通大臣の認可を受けて、 長期借入金や日本高速道路保有、債務返済機構債権の発行ができる。また、日本国政府から債務保障が受けられる。保有する路線は、機構法13条1項に有以下に分類される。法律上機構は2065年9月30日までに解散し、旧日本道路公団等からの承継債務を、日本国政府に返還することとしている。 なお、設立時においては、政府の試算によれば、返済期間は2050年までの45年と想定されていたが、2014年に高速道路の老朽化の修繕のため、返済期間が最長60年に見直された。ありがとうございます。